気まんな5 1 2ガビット GDDR3。GDDR3 は ATI テクノロジーズによって開発されたビデオカード用のメモリー技術である。技術的には DDR2 ストラムと類似しているが高速なメモリーチップを搭載し冷却装置を単純にするため電力と放熱の条件は緩和された。DDR2 と異なり GDDR3 は ヤゲックの DDR3 ストラム仕様とは無関係である。このメモリはグラフィックの要求を確実に扱うために内部にターミネータを備える。また、帯域幅を広げるために GDDR3 メモリはクロック信号1周期につき2ビットを転送する。GDDR3 は ATI により開発されたが最初に採用した製品は NVIDIA の g f o c s 5 7 0 0ウルトラであり、2番目に採用した製品は NVIDIA の g f o c s 6 8 0 0ウルトラであった。これは消費電力を全世代の g f o s 千5 9 5 0ウルトラと同程度に抑えるためである。ATI は Radeon X800 から GDDR3 を採用した。以降、この二大陣営の多くの製品で用いられた。その後、 後継企画の GDDR4 へ移行。2009年現在は AMD より新企画、GDDR5 が発表され、搭載製品が発売されている。以下は、ビデオカード以外での使用例である。ありがとうございます。